ニコラス・エドワード、ニック・ホールズはアメリカ合衆国テキサス州オースティン出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはクォーターバック。現在 NFL のシカゴ・ベアーズに所属。2013年第9週のオークランド・レーダース戦では400ヤード以上を投げてパーフェクト q b レーティングを記録した。またパーフェクト q b レーティングと 7TD を同時に上げた。 史上初めての QB となった。1989年にテキサス州オースティンで生まれた。高校はニューオーリンズセインツの QB ドリューブリーズが卒業したウェストレーク高校に入学した。高校時代は2年間の先発でパス5658ヤード 56TD を記録し、ブリーズの持っていたチーム記録を破った。なお、 この二人は2013から14年シーズンの NFL プレーオフで対戦をすることになる。また、ボルチモア・レイブンズのキッカーであるジャスティン・タッカーとは、高校時代のチームメイトだった。高校卒業後、ミシガン州立大学に進学したホールズは、その後、アリゾナ大学に転校した。フィラデルフィア・イーグルス2012年ドラフトの30目で、フィラデルフィア・イーグルスに指名された。 彼は2012年5月21日にチームと4年契約を結んだ。2013年第9週のオークランドレーダース戦ではパス28回中24回成功、406ヤード、そして NFL 記録に並ぶ7タッチダウンパスを挙げた。2013年シーズンは2891ヤードを投げ、27TD 2 INT、 QB レーティング119.2でチームをプレーオフへ導いた。2014年11月2日のヒューストンテキサンズ戦で鎖骨を骨折し、全治6週間から8週間の怪我を負った。セントルイスラムズ2015年3月10日、QB サムブラッドフォードと2015年ドラフト五巡指名権と引き換えにセントルイスラムズへトレードされ、2017年シーズンまでの2年契約と、 なった。しかし、シーズンは11試合に先発して、パスを2052ヤードを投げ、7タッチダウン、10インターセプト、q b レーティング69.0と定調な成績で、途中からは先発 q b を外された。2016年度のドラフトで、ラムズが全体1位で、q b ジャレットゴフを指名したことで関係が悪化し、オフシーズンのワークアウトをスキップした。その後、 トレーニングキャンプ前の7月27日に解雇され、フリーエージェントとなった。カンザスシティチーフス2016年8月4日、カンザスシティチーフスと契約を結んだ。アレックス・スミスのバックアップとなった。第8週のインディアナポリス・コルツ戦で、脳震とにより退場したスミスに代わり試合に出場した。第9週のジャクソンビル・ジャガーズ戦では先発 q b を務めた。 第10週からはスミスが先発 QB に復帰している。2017年3月9日、フリーエージェントとなった。フィラデルフィア・イーグルス2017年3月13日、フィラデルフィア・イーグルスと2年契約を結び、フルスに復帰した。イーグルスでは先発 QB カーソン・ウェンツのバックアップを務めることとなった。チームが好調な中、第十四週のロサンゼルスラムズ戦でウェンツが、 左膝前十字靭体の断裂により途中退場したことからフォールズが変わって試合に出場した。そのままプレーオフでも先発 QB としてプレーし、チームはスーパーボールに進出ニューイングランドペートリオッツとの対戦に勝利し、スーパーボール MVP に選ばれた。2018年には開幕戦でスターターを務めるも、その後はウェンツにポジションを奪われる。だが、 終盤ウエンツの怪我により再びスターターに復帰し、チームをプレーオフに導いた。ジャクソンビル・ジャガーズ2019年3月13日、ジャクソンビル・ジャガーズと4年8800万ドルの契約を締結した。同年9月8日、カンザスシティ・チーフスに40対26で黒星を喫した試合後、ヘッドコーチのダグマローンはホールズが左鎖骨を骨折していると明かした。 シカゴ・ベアーズ2020年3月18日、ドラフト4巡目指名権とのトレードで、シカゴ・ベアーズに移籍した。ベアーズでは、ミッチェル・トゥルビスキーと、先発争いをすることになった。3週目のアトランタ・ファルコンズ戦に先発し、3回のパスタッチダウンなどがあり、30から26で勝利した。以後、先発 QB として起用される。落とす角度まで調整していると評される。 抜群のコントロールを持ち、ブロックも、ほぼ不可能な198センチメートルの長身から、レシーバーへ繰り出される、正確無比なパスは、ホールズの強力な武器である。しかし、ホールズ以前に、イーグルスで先発 QBE を務めていたドノバン・マクナブや、マイケル・ビッグのような足の速さも肩の強さもないため、唯一にして、最大の武器であるコントロールを、 最大限に課すためのコーチの起用法と手腕が求められる。そんなホールズの持ち味が最も生きるシステムがランパスオプションであり、ウェンツの離脱後、ダグ・ピーダーソンはホールズのブレークのきっかけとなった2013年にチップ・ケリーが採用していたシステムをチームに再導入し、それがホールズの活躍とスーパーボール制覇につながった。リバティ大学のオンライン大学院生であり、 進学の修士号を取得している。ポールズはアメリカンフットボール選手としてのキャリアの後には牧師になるつもりだと述べている。ポールズは2014年に元 n FL のタイトエンドのエヴァン・ムーアの妹であるトリムーアと結婚した。ムーアとは2012年にイーグルスでチームメイトだった。2017年に長女が生まれた。2018年6月26日、自助伝、 Believe it, my journey of success, failure, and overcoming the odds を執筆試上し、発売後、ニューヨークタイムズのベストセラーリストで5位を記録した。レギュラーシーズンポストシーズン。ありがとうございます。